石を使いさまざまな作品を発表し続ける彫刻家田中絵里。ドイツの音楽学校で本格的に打楽器も学んだという彼女の作品は、石の音のタイトル通り彫刻としての石と音を出す楽器としての石に注目しています。使われる石は御影石。その御影石一つ取ってみても、色によってその音色はさまざまです。見て触って聞いて楽しめるこの展覧会、最終日には夫でジャズギタリストグレゴールとの演奏も予定されています。Thank you.
ティスト田中絵里の手掛ける石の彫刻は、力強いフォルムを見て楽しむだけではなく、楽器のように音を出すこともできるユニークなものです。田中は日本で彫刻を学んだ後、ミュンヘンの音楽院で打楽器を専攻。造形と音楽を学んだ異色のアーティストです。そんな彼女のパフォーマンスは、作品を叩き音を出すだけではなく、石という素材の存在感を引き出しているように見えます。